せーの、かわやんくらみーゼロー、イエーイ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 、誰誰誰誰誰誰と思った誰誰、私たち、ハワイザレスです、イエーイ。ちょっと、3人じゃないですよ、4人ですよ、イエーイ。はい、はい。まあ、誰と思ってるそこのあなたのために自己紹介に行きたいと思います。みょんみょん、ニコニコ笑顔でみんなに元気を届けます。歌うの大好き、笑うの大好き、喋るの大好き、みんなの愛犬ならぬあいみょん、みょんみょんです。せーの、みょんみょん。ワン、赤と言ったらいちご、りんご、さくらんぼ、でもやっぱりうーらー、海のハートはすずかみ、キュートなデビル、高校に3年生、17歳のうららんです。せーの、うららん、イエーイ。はい、マシ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 マロマーシェ、今日マシとみんなの妹、中学3年生、14歳のマーシェです。せーの、マーシェ。はい、あっち、こっち、どっち、マリッチ。あなたのハートの方位磁石、永遠の17歳、ワイルドパープルなリーダー、マリッチです。せーの、マリッチ。なんでさ、私の時だけするカバー、私の持ってなんか持ってくると思ってない。この番組はスカパーかわいあん TV で毎週月曜日から金曜日まで夕方6時から入れてお送りしているかわいあんクラビのスピンオフ番組となってます。まだまだね、スタジオでは生放送にはできないけど出たい、そんなアイドル私たちの番組です。番組です、イエーイ。あのね、これ再生回数が多ければなんと生放送出れちゃう。そうでしょ、いっぱい見てください。みんないっぱい見てください、イエーイ、いっぱい再生して。私たちも頑張ろうね、頑張ろうね、頑張ろう。ということで、まあ、まずはホワイトレース、どんなグループかということがちょっと近いね近いかな気になると思うので、まあ、コンセプトとかちょっと言いたいかなと思うんですけれども、まあ、ホワイトレースってなんめちゃそろそろいいよ、喋ってるから。ホワイトレースってどっから撮ったんですか、マシさん。ホワイトレースのお花でしょ。そう、お花、はい、そう、お花の名前なんですよ。白いお花の名前、ホワイトレースっていう、そう、花言葉でちょっと感謝っていう意味がね、込められてるんですよ。だから私たち、まあ、本当はもう一人いて、一応5人で活動してるんですけど、5人はこう感謝を持って活動をしようっていうグループになってます。イエーイ、イエーイ。ちょっと特技なんかに、じゃあ、何がいいのですか、誰したい、どうする、どうする、どうする、いっちょ、いっちょ、いっちょ。私、まあ、めんちゃんはライブとかでもやってるんですけど、モノマネをやりたいと思います。おー、すごい。じゃあちょっと相方がいないから、ちょっと誰か相方やってよ。誰がやるの、あ、もうじゃあこれは、はい、誰がやるんだろう、誰がやるんだろう。近いなー、ほんと。何のモノマネするんですか。じゃあ最初にエレキテル連合のモノマネをします。おお、じゃあ美穂が細貝さんやるから、はい、モリッチはあけみちゃんってね。分かった、すごい無茶ぶり、頑張ろう。あけみちゃん、いいじゃないよ。ダメよ、ダメダメまあそう決めずにさ、ダメよ、ダメダメ、ダメよ、ダメダメ壊れるの、ダメよ。先日オテクで購入した、ダメダメ、あけみちゃんがね、どうやらこれがこダメよ、壊れてるみたいでね、ちょっとくんな、ちょっと未亡人、あけみちゃん返品します。ちょっとアレンジ加わっちゃった、アレンジ加わごめんなさい。以上、エレキテル連合ホワイトレースバージョンでした、イエーイ。え、うららんのさ、うん、おあれが見たいな。あれって何ですか。魔法の早食べ、高速まばたき、ね、それやっちゃう、やだ、まだ人前でやったことないんだよ、私これ。確かに、ね、すごい、めっちゃ面白いし、超すごい。こういう感じで、じゃがりんこ、高速で食べて、まばたきをする。3、2、1。早っ、早っ、2秒、2秒。早っ。美味しいですか。イエーイ。ということで、特技披露のコーナーでした。イエーイ。続いてはこちらのコーナー、かわいやんクエスチョン。このコーナーは私たち
ザ・ホワイトレースのことについてもっともっと皆さんに知ってもらおうということで、ここにこの魔法のねボックスにある。魔法好きだ。魔法、ね、魔法ちょっと好き、流れられる言葉。魔法のボックスにこのたくさん質問が入ってるらしいので、それにどんどん答えていきたいと思います。では、最初に引いてどうぞ。何でしょう。ライブ、イベントであったちょっと面白い話。あるそんな話。あれだな。じゃあ書こっか。待って、ライブであった面白い話。面白い話。じゃあ最初、いいよ。何からいく？みょみょから。せーの、じゃん。ボブズさんが来た。おお。これはそのホワイトレース。説明してください。そう、あのホワイトレースのライブに、なんかアフロの3人組が来るんですよ。なんかボブズっていう、なんか面白いですけど、もう超大爆笑で、一番面白いネタが、あの、そう、どんな人たちなの、ボブズ。なんかハリウッドから来たんだっけ。そうそう、なんかハリウッドから来た。いつも来てくれるのね。そう、なんかちょっとよくわかんない人たちなんで。メンバー大好きなんじゃないの、大好き。そうだね、ないですよ。いつもさ、あの、なんだっけ、次回じゃなくて、なんだっけ、次回のジェット機、プライベートジェット機、プライベートジェット機で来るんですよ。そうそう、で、この前 LA でライブしてた。そう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 、抜けてきてくれたんだよね。はいはい、次。はい、てるん、てるん。罰ゲームで草の味のジュース出たー。出た。今日はクリスマスのライブかな。そう、ライブ会場中、草のあれ、いつだってモリッチとかが飲んでたんだっけな。そう、私はね、飲まされました。こういう感じのクイズで、あの、負けまくって、負けまくって草の味のジュースを飲みました。てる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 。じゃん。みょんみょんのまつげがモノマネのお礼に挟まってた。さっきもやったあのエレキテルレインボーさんのマネなんですけど、ここそのお面がちょっと、まああるね、お店で売ってて、それをちょっと買ってきて、それをつけてモノマネしてるんですけど、ここにめっちゃまつげが、目のところだけこうやって開いてるんです、そのお面が。そのお面からまつげが出ちゃって、あれみんなが超爆笑してるからみょんできなかったんだよ。テレテレテレてれん、こう、じゃん。あ、もし宝くじが当たったら何をする。おー、はい、オッケー。何しよう。じゃあ1億円にしよう。1億円、オッケー。1億円が当たったら、何がいいかな、どうしようかな。何、旅行ってどうかな。マーシさんが旅行ってどうかなって聞いてくれた。かわいい。何、じゃあ、何、一つじゃないんじゃないか。メモできた。できたよ。メモから、たらん。はい、まず、大きいお家に住みたいのと、あと、リスが欲しいです。おー、で、頼りリス。そう、あの、リス、リス大好き。あ、行きたい。世界一周旅行。おー、なんか、飛行機でまず行くじゃん、どっかに。自分の飛行機。いや、別にプライベートじゃなくて、あれだよ。な、なんだっけ、何クラスって言うんだっけ。ファーストクラスってなるじゃん。そしたら、なんかどっかに行って、飛行、じゃあ船の旅をするの。船のなんか、なんか大きい船に乗って遊びたい。へー、すごい時間かかるけど大丈夫。え、いいよ、それも世界一周旅行。へー、でもなんかそのアジア系は行きたくない。アメリカとかフランスとか行きたい。それ世界一周旅行じゃないし。韓国は、韓国って書いてるし。韓国は世界一周旅行じゃなくて、もうなんかまあ行きたいな。たくさん矛盾してるから大丈夫。でもイギリスとかさ、イタリアとか行きたい。行きたいね。ピザも好きやから。確かに、別にあれだよ、日本でもピザ食べられる。何これ、これピザ回してる。何これ。回してる。犬と猫を2匹ずつ飼って、部屋の模様替えをして、海外旅行でスイーのそこでホテルでスイートルームを泊まってからの飛行機をファーストクラス。めっちゃやりたい。細かいね。とりあえず贅沢の旅がどうして犬と猫が2匹ずつ欲しいのか。何犬、何犬。え、かわいい犬。ちっちゃいやつ。かわいい犬。新しいね。新しい。ちょっと似てるんだけど、私待ってね。イルカをパール、あとプールも一番なんかある。子供じゃん。なんか子供。え、私頑張ってる感。頑張ってる感がある。ひどいね。ひどいな。ひどい。違う、アシカだらけてるんだ。アシカ、アシカ、アシカだから。でも違うの。アシカ、アシカやばい。
ホワイトレースから最後に告知をさせていただきたいと思います。イエーイ。まあ、ホワイトレース実はですね、実はとかじゃないんですけど、あのツイッターとか、まあ、ホームページとかあるんですよ。実はこう見えて、だから皆さんぜひぜひホワイトレースって検索してみてください。そしてなんと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 5月の24日にホワイトレース新曲発表します。イエーイ。何て題名ですか？プリンプリンピーチ。イエーイ。絶賛レッスン。その意味を考えて、意味を考えちゃいけないよね。意味は特に考えないで、まあ、あのどんな曲かなってワクワクしながらライブ会場遊びに来てくれる。めっちゃ可愛いです。そう、私たちもどんな意味か知らないんだよね。まあ、とりあえず5月24日に、披露して、6月の7日に CD を発売するのでぜひぜひ皆さん、上のアメ横アイドル劇場さんかな、きっとまだちょっと確かじゃないんですけどやるので、その随時告知するのでぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。お願いします。そう、そしてですね、そろそろ終わりなんですけれども、私たちのこのこれが、この動画が、まあ、一番1ヶ月内でね、再生回数が多かったら、なんと生放送のグラビプラスに出演できる。イエイイエイ。すごいな。まだまだできない、まだできないけど頑張ろう。再生回数が増えたかね。ぜひぜひみんな拡散して、なんか変なじゃない、面白いアイドル言おう。変なアイドル言わないで。面白いアイドル言おうってことで、ちょっとおすすめして、拡散しまくってください。お願いします。イエイということで、私たちホワイトレースでした。